ハンターの前に集められた7人の逃走者たち。彼らはこれから恐怖のオープニングゲームに挑む。順番にサイコロを振り、目の数の合計が10を超えた時点でゲームクリア。逃走者には1分間の猶予が与えられる。ただし目のマークが出た時点で即ハンターが放出される。よし、ゲームが始まった。僕たちが逃走中に出ると決まったのはある日のことだった。何してたんだ。はい、はい、はい、シズリン、お前らに嬉しいお知らせがあるぞ。逃走中、大晦日小学生スペシャルへの招待状だ。ヨネスケ、お金もらったら何すんの。俺ら最近お母さんにスイッチ壊されたから、スイッチ買えるお金があればいいかな。ヨネスケ君だったら優勝できるよ。でも疲れるしな。聞いた？俺は大晦日家で過ごすから出れないよ。なんで出ろよ。こいつらを利用して俺が優勝してやる。やめろ。ハンターは視界に捉えた逃走者を見失うまで追跡する。早く早く、こっちだこっちだ、早く来い。急げ急げ、早く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 。子供を蹴落としての商品をいただきますよ。この男、子供相手でも容赦はしない。リッキーと確保、残る逃走者は6名。絶対あのジジイのせいだろ。舞台は巨大ショッピングモール。迷路のような通路とゲームセンターが存在する。その面積はなんと東京ドーム 0.7 個分。このエリアを残る6人が逃げ回る。賞金は1秒200円ずつ上昇、逃げ切れば108万円獲得できる。さらにこのゲームでは自首、つまりリタイアが可能。ただしエリアには1体のハンター。捕まれば即失格、賞金はゼロ。メールだ。スイッチが買える金額になったので僕は自首しようと思います。最近の小学生は夢がない。開始早々自首用電話を奪い合う逃走者たち。みんな何してんの。ほら、大人が先だ。お前らどけ。先生、それはずるいよ。女の子が先でしょ。僕は公平にじゃんけんしろ。いくよ、最初はグー、じゃんけんぽい。そこにハンターの姿が。はい、行こうでしょ。あー、もうやっぱり先生が最初だ。なんだよ。くそ。メールだ。匠を確保、残る逃走者は5名。自首ができなきゃ最後まで逃げ切るしかないな。残る逃走者は5名。果たしてこの中から逃げ切れる者はいるのだろうか。あれ、なんであのお店だけ明かりついてんだ。油断してたな。実力は合格か。
前はもう死んでいる。やるすけの剣を勝利。あんた何をしたの？打ち合いの中でボディを効かせ続けたんで、そして最後の一発はスリッピングアウェイの法則でかわしながら強烈なカウンターをお見舞いしたんだ。ちょっと作戦と違うじゃん。そんなリスクのある戦い方しなくても。うるさいな。お母さんとは違って俺には頭脳があるんだよ。俺は一人でできるから口出しすんだから。今の俺は強いんだよ。次の相手一体誰なんだ。本日のエレスケの対戦相手はこいつ。おそがみピーコー。お母さん、あなたに本当の強さってものを教えてあげるわ。逆に俺が教えてやるよ。レディーファイト。パワーじゃ勝てない。こうなったらスピードで勝負だ。おやーの、はい。なんと縁も取られる打撃戦だ。うわー、舞台はリングから空中へ。最後にヤネちゃん、あなたのパンチを私に見せてみなさい。いいぜ、やってやるよ。おい、最後ぐらいちゃんと戦えよ。ヤネちゃん、本当の強さってのは何事にも動じない強い心を持つことなのよ。母さん、おい、しっかり育ちなさいよ。まったく。母さん、母さん。母さんが死んでから1ヶ月が経った。またお前か。うまいもよこせ。くれてやるよ。じゃあな。お、おう。母さん、俺嫌なことをされても動じない強い心を手に入れたよ。母さんのこと最初はクソだと思ってたけど。誰がクソですって。それじゃあ全員揃ったな。先生、私服なっさ。黙れ、ほら早く乗れ。じろじろ見んな。ほら早く帰れ。ほらほらさっさと帰れ。ダサじゃねえお前。早く帰れ。おいしょ。で、おじさん誰？カメラマンだよ。今日は写真をいっぱい撮ってあげるからね。それじゃあみんな出発するぞ。あーと、その前にお菓子チェックをします。持ってるお菓子を周り出せ。はい、じゃあみんなよろしく。明日の夜食、お菓子は300円まで。ガムは持ち込み禁止だからな。はーい。まずはキータだ。まさか300円超えてたりしないだろうな。はい、絶対超えてません。そっか、じゃあ一つずつ計算していくぞ。1 2 3 57 58 59 60 61。5円チョコが61個。
合計305円。おかしいな、おかしいな。いや、セールで買ったので一つ4円だった気が。いいわけするな、タイムマシン。次、ユウト。僕は持ってきてません。うーん、そっか。なんだこのタバコみたいなお菓子は、ボッシュル。次、ゴンジュリ。はい。バナナはおやつに入りません。ボッシュル。次、ヤネスケ。はい。はい、注目、これはガムだよな。ハイチュウはガムではありません。はぁ、これはどう見てもガムだろ。チューイングキャンディーは柔らかくて噛んで消化吸収できる飴ですが、チューイングガムは天然樹脂でできているため消化吸収できないという違いがあります。先生は味のないガムみたいにつまらない人生を送ってるからこんなこともわからないんですよ。うるさい、先生がガムって言ったらガムなんだ。マッシーだー。おい、言えばはハイチュー。トイレ休憩の時間です。12時にはバスに集合するように。1秒でも遅れたら出発するからな。ヤネスケ、一緒にトイレ行こう。トイレぐらい一人で行ってこいよ。いいからついてきて。ヤネスケ待ってて。うん。まだ？もうバスの時間遅れるって。行くぞ。ヤネスケ、聞いた。残念ながら1秒過ぎました。出発しまーす。ちょっと待って。あちゃ、もう帰ろっか。やだ。あ、そうだ、ヒッチハイクしてみる。おい、誰か乗せてください。もうダメだ、遠足行けないよ。俺もヒッチハイク手伝ってやるよ。今からヒッチハイクしても間に合わないよ。まずは近くを飛んでるヘリコプターを日本列島上空に仕込んであるレーダーで確認する。ヘリコプターの位置を確認し SOS を意味するモールス信号を出せば。ほら聞いた、乗るぞ。でかすぎ。はい、到着だ。残念ながら2人ほど来れなかったが、みんなで楽しもう。先生、遅いですよ。なんでお前がいるんだ。はい、じゃあレクの時間です。今日はオーナー跳びをします。イエーイ。歩道は体力が大事だからな。10回、100回、いや1000回跳べるまでお昼ご飯なし。1000回。頑張れ、それじゃあ、よーい、スタート。よーし、行くぞ。頑張れ。行くぞ。早く飛べ。おい、誰だよ。今のはユウトだろ。キータのせいだろ。お前だろ。こんなんじゃいつまでたってもお昼ご飯食べられないね。みんな一回集合だ。いいか、お前ら。コンジュリー。はい。オーナーに入るには思い切りが大切だ。失敗してもいいから全力で入ってこい。ライダー。ユウト。はい。オーナーでは姿勢をまっすぐ保つことも大切だ。そこを意識すればジャンプ力ももっと上がる。ラジャー。キータ。はい。オーナー中に鼻をほじるのはやめてくれ。集中しろ。ブラジャー。
返事は？ラジャー、みんなで協力すれば旋回なんて夢じゃない。頑張るぞ。ああ、なんだお前ら、さっきのふぬけた幼女から変わったな。行くぞ。こんじれ、行け。とりゃー、1、2、3、4、5。姿勢を正しく、一定のリズムで。ラジャー、990、991、もう少しだ、頑張れ。996、997、999。あー、ごめん、手が疲れて離しちゃった。てめえ、よくも。おい、なんだお前ら、やめろな、なんだこれは。大縄ロボット、完成。ちょっと、誰か止めて。先生はずっとここでオーナーを回しといてください。我が名は無限ジャンプロボット。さあ皆さん、まずは 1000m 自由形、よーい。授業は終わりです。明日も私が来るからね。おりゃ、何してんだよ。これで水の抵抗が少なくなったわね。もう水泳行きたくないよ。あ、ほら、塩素で髪が明るくなってる。これじゃ学校行けないな。あら、そう。じゃあ学校休んでお風呂で遊びましょうか。はい、じゃあこの針持ってね。じゃあ行こうよ。それ。はいはいはい。うわぁ、ほら、黒髪になったわ。なんだよこれ。明日も頑張りましょうね。さあ、授業を始めます。まずはゴールで 1000m ウォーミングアップです。え、無理だよ。無理無理、早く泳げ。は？よし、サボっちゃおう。ヤネちゃん、サボってるわね。早く1000m泳げ。もういい加減にしろ、帰ってくれよ。いいわよ。え、私に勝ったら臨時コーチもやめてあげていいわよ。そもそも俺は認めてないぞ。え、臨時コーチ様、よろしくです。よし、お母様対ヤネシン君の試合だ。もう本当に始めよう。分かったよ、お母さんに勝てばいいんだな。どうすれば勝てるんだ。考えろ考えろ、この芋野郎が。芋引いてんじゃないわよ。あの野郎腹立つな。あ、それではキリコ様対ヤネスケロスペシャルワンマッチを行います。よーい。必殺技、フィンザマジシャン。ヤネスケが追いつそうだ。すごい追い上げだ。やるわね、ヤネちゃん。私も奥の手を使っちゃおうかしら。マジバタフライ。こうなったら最終奥義。あ、
ナラザバーストストリーム。ヤネスケ、行け！やった、俺の勝ちだ。超気持ちいい。臭すぎて何も言えねえ。あちゃちゃー、すごい社会だ。なんだここ。はい、うわ、お待たせしました。バンカラ夏祭りよ。あ、ネスケ君のお母さん。でもバンカラってどういう意味だ。何やってんだよ、俺はもう帰る。何やってんですか金子さん。ここは学校の屋上ですよ。出てってください。いいからみんな楽しくするわよ。まずはキーコ射的。私を倒せば豪華景品よ。すげー、やる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 。うー、楽しそう。先生見て見て。よし、もう一回だ。残念、次は俺の番だ。ずるいだろ。こうなったらできた。これで俺の勝利だ。おれ、どうなってんだよ。はい、4発撃ったから400円です。ひどい。キーコ傾きよ。あえキーコボードリー。キーコ輪投げ。そう、俺。はぁ、そしたら最後はキーコ救いよ。キーコを救ったら豪華景品もらえます。ピチ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 。はぁ、よし、バナ壊れちゃったわね。100円。もうこんなの無理よ。重いんだったら二人で力を合わせよう。バナマ破れちゃったわね。600円。おかしいだろ、こうなったら。できた、このババアを捕まえろ。おりゃー、こんなんじゃ捕らえられないわよ。私の解放者ね。うわー、あが、あ、やった、俺たちの勝利だ。ヤネちゃんやるじゃない、私の負けよ。じゃあこの景品もらっても。もちろんだわ、お祭りじゃない。やった。私はこの夏祭りを通じて大人の汚さ、そして仲間の大切さを教えたかったのよ。お母さん、みんなやったぞ。イエーイ、お母さんありがとう。おい、なんでこれ全部空じゃないか。だから言ったじゃない、これはバンカラ夏祭り、すべてが空っぽなのよ。あ、お財布がカラッカラだからバカラでも行こうかしらね。ハッピー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 、みんなでメイクアグッドライフ。洗濯物みたいなワイナーハッテー。マッピーマッピー、息子で一儲け。お小遣いはなしのブラックなハッテー。